モンバゾン公爵夫人と称された、時期のルイーズの肖像、1730年頃、ニコラド・ラルジリエルがルイーズ・ガブリエル・ジュリー・ド・ロアンは、ブルボン朝時代フランスの貴族女性、ゲメネ皇妃、首飾り事件の中心人物、ルイルネード・アールド・ロアン・スー・キ教の母、スー・ビーズ公エルキュール・メディア・デックと、その最初の妻・アンヌ・ジュヌ・ヌ・エーブ・ド・レビの間の、子、四女、末娘、 1718年8月4日、ジュアール修道院で同族のマタイトコゲメネコをエルキュールメリディアデックと結婚、間に7人の子を設けた。1737年10月26日、ルイーズはフォンテーヌブローにて国王ルイ15世夫妻に長女シャルロット・ルイーズを拝越させた。シャルロットはその2日後に中英スペイン大使のマッセラーの子を、 ビットーリオ・フィリッポ・フェレロ・フィエスキに嫁いだ。フィエスキは、ピエモンテ地方の小国マッセラーの高領の君主でも、あった。1747年来たフランスのローネーに、所量付きの邸宅を購入している。ありがとうございます。